星川直宏デビュー20周年記念セレモニー、はじめに青コーナーより星川直宏選手の入場です。星川直宏デビュー20周年記念セレモニー、今学ランを着て自らの足でその花道を歩いてまいります。大谷慎二郎の姿が見える。仲間が花道を作りました。今ゼロワンの生え抜き選手は大谷慎二郎とこの星川直宏だけです。今自分の足でエプロンサイド、左足、そして右足、郵政番長星川直宏20周年のリング、しっかりと自分の足で立っています。笑顔も見えます。赤コーナーより星川直宏指名選手の入場です。この男と向かい合うために厳しいリハビリに耐えてきました。なんと丸藤直道、コスチューム姿で花道を歩いてまいります。今から12年と7ヶ月前、2001年3月2日両国国技館、この2人の戦いからゼロワンの、このゼロワンの歴史は始まりました。
ち30分一本勝負を行います。赤コーナー星川直弘、生涯最大のライバル、プロレスリングのマルチナリティ青コーナーデビュー20周年、プロレスリングゼロ星川今、ガッツポーズを見せました星川直弘、無数の紙テープがリングに舞いました。20周年記念試合、丸藤直道対星川直弘。